国民議会議事堂国民議会は南アフリカ共和国の議会を構成する議員の一つ、西ケープ州ケープタウンにある。400名選挙区は全国選挙区と州選挙区がある。州選挙区は各州の人口比で配分される。厳正高速名簿式比例代表制によって選出される。政党は 候補者名簿を作成するが、全国選挙区と、州選挙区の重複するか、または、州選挙区のみ記載するかを選択できる。一票制で、全国選挙区は、各州の得票をマスタンして集計する。ドループ式、有効投票総数に基づいて、政党の議席を配分する。政党政治が基本であるため、党派の移動が憲法により制限されている。議長は、 アフリカ民族会議所属で2014年から2019年の間に全国州評議会議長を務めたタンディ・モディセである。また、その前の議長は女性政治家であるバレカムベテが務めていた。ステート・オブ・パーティーズ・イン・ザ・ナ2020年5月16日閲覧、南亜月報、ッポ在南アフリカ日本大使館。日本外務省。2020年5月16日閲覧。 南亜月報、在南アフリカ日本大使館、日本外務省、2014年7月19日閲覧、ありがとうございます。